今回は顔のたるみ、ほうれい線を消して5歳若返る方法のその1をお伝えしていきたいと思います。いつも動画を見ていただき本当にありがとうございます。炭酸生態のアンチです。今回も老化予防のアイデアとか、健康のヒントをですねあなたにお届けしていきたいと思います。はい、今日はですねその1ということでお伝えしていきたいと思うんですけども、結構ですねこの、ほうれい線であったりたるみをですね改善していく方法っていうのをですね、6つぐらいあるんですね。6個あるんですけども、そのうちのですね2つ今日はですね、あなたにお伝えしていきたいと思います。まとめてやるとですね、たくさんありすぎてですね何をやっていいかわからなくなっちゃうんで、今日は2つだけに限定してですね、お伝えしていきたいと思います。今回はですねそのほうれい線とたるみを消してていくってことなんですけども、やはりですね、顔の表情っていうのはですねこの目もそうなんですけど、例えばこういうマスク、僕も施術中にマスクしてこういうような形で施術をしてるんですけどね、この口元がわからなかったらですねこう表情ってわからないじゃないですか。目がこういう感じだったらあこの人機嫌悪いかなとか思ったりするかもしれないんですけど、顔がですね口がで怒ってる場合とこう笑ってる場合だったらですね全然やっぱ違ってくるわけですよね。なのでここの口周り、この頬から下のところで、そのあなたのですね、見た目年齢とかも、変わるというのも過言ではないと思うんですよ。なので今回ですね、主に顔のここから下の部分を、徹底的にですね、ケアをして、5歳若返るっていう方法ですねお伝えしていきたいと思います。はい、今回使いたい筋肉、使っていきたい筋肉なんですけども、まず一つ目がですね、このチョン、はい、この小筋、笑う筋とかで小筋っていう筋肉をまず一つ目アプローチしていきたいと思います。で今回ですねこの小筋ってこの口いわゆる口角を上げていくっていうこのこういうところの筋肉なんですね。でここの筋肉っていうのはですねやはりその今も言いましたけど口の口角を上げるっていうことで、その方がですねポジティブなように見えたりとか、以前の動画でもそういうこと話してたんですけども、やはりこう顔っていうのはですねやっぱ表情筋っていうのはすごい大事なんですね。幸運を呼び起こすとかですね、こういうプラス思考で動くことによってあなたのその表情を一つ変えるだけでですねみんな周りがですね幸せになるっていうことも過言ではないんですよ。で今回ですねその顔の表情っていうのをですね注意というかですね、まあ、顔の表情をですね、重点的にやっていきたいと思います。で今回その小筋というこの筋肉を使っていくんですけども、まずですね、その前にこれですね、生体いらずの炭酸スプレーということで、これもいつものような感じで使っていきたいと思うんですけども、これなければですね化粧水、美容液、乳液などなどでですねお使いしていただいて結構なんで、使ってみてください。もしこれ良かったらですね、下にまだコメント欄に貼っておきますんで、また良かったら一回試してもらっても結構です。でまず顔にシュッとワンプッシュかけます。はい、いつもですねこれをかけさせてもらってですね、僕もですねどんどんこう若返りを図っていってる状態なんですけども、かなりですね顔の状態がですねいい感じになっております。はい、でですね、こう顔をなじませてですね、ここの小筋ね、このここの筋肉なんですけども、ここにですね手を当てたいんですけど、まず右の方からやっていきたいと思うんですけども、まあ、ポイントはこの3本の指で結構です。3本の指で。で、まずピタッとこの口のこの延長ですね。ここら辺にこうピタッと置いてもらって、この筋肉をちょっと感じてほしいんですけど、ちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、わかりにくい方は、もうがっつり押さえてください。がっつり。で、骨はここはない状態なんで、こうガッと押したらですね、この歯茎とか歯に当たる感じがあると思うんですけど、それぐらい押してもらって結構です。で、こっからですね、僕はこの2本の指でいきたいと思います。この指で、ベクトルはこっちですね。耳の方に向かって、グッと押さえて、横に引っ張るような感じ。真横に引っ張るような感じ。後ろに引っ張るような感じですね。イメージ的に後ろに引っ張るというイメージでしてください。で、これをですね、5秒キープ。1、2、3、4、5って感じですね。やってほしいと思います。この筋肉をですね、動かすっていうことによって口角を引き上げるっていうですね、作用が働きます。結構ですね、これ笑ってない人とか表情が少ない方は、ここの筋肉が、いわばですね、老化
退化っていうんですかね、使えてないということはですね、まあ、劣化っていう言葉はおかしいですね。いわば使えてない筋肉はやっぱり老化していくわけ、退化していくわけなんですね。言葉見つかりました。退化していくわけなんですよ。なのであえて自分でですね、ここの口の小筋という筋肉をぐっと押さえて後ろに持っていく。これだけでもですね、口の口角上がりやすくなります。はい、これをぐっと押さえて5秒、1、2、3、4、5って感じですね。やってください。これから3セット3セットやってください。でこっちも指2本でですね、グッと押さえて後ろにグッとここ引っ張られるような感じでね、グッと引っ張って、はい、1、2、3、4、5、見えます？これで1、こういう感じですね。1、2、3、4、5って感じですね。これをですね3セットしてください。でこれ両方でこうやってもですね、ちょっと両方でやるのはちょっと控えてください。っていうのはですね、両方でやるとですね、両方突っ張っちゃうんで、1個ずつ動かすっていうことを意識してやってみてください。これがまず1つ目ということですね。やってほしいと思います。次、2つ目。今日のですね、5歳若返るためのセルフケアの2つ目ということでやっていきたいと思うんですけど、次はですね、この、以前の動画でも言いましたけども、この筋肉使います。大胸骨筋っていう筋肉ですね。ここの口のこのここら辺にあるこういう感じのラインにある筋肉ですね。僕もマジックとかペンで書かないんですけども、こういう感じである筋肉を作動しております。でこれがですね、たるんでくるとブルドッグ顔という、こう筋肉どんどんどんこう下がってきたら、これ脂肪がたまりやすくなるんで、ここの筋肉もですね、使ってほしいと思います。僕みたいにこう喋っている方、たくさん喋る方はそんだけこう筋肉を使ってるんで大丈夫なんですけども、あまり、口が動きにくいというか、喋っていないとかですね、表情が、私ちょっと表情ちょっと豊かじゃないかなと思う方は、ぜひぜひこういう方、こういう筋肉をですねアプローチすることによって顔の表情を作っていけるということなんです。で、次はですね、この中指と薬指ぐらいでこういう感じで上げて、イメージ的にはこういう感じで上げていきたいんですけど、頬骨にがっつり当たるような感じで、真上にこういう感じで真上に上げてください。真上に上げる、はい、真上に上げる。もう指2本でいきますね。こういう感じで、この人差し指が骨にこうガッと当たる感じで、こういう感じ、これぐらいですね。グッと上げるような感じ、こういう感じ、骨と筋肉を上に上げるようなイメージ、骨と筋肉を上に上げるようなイメージですね。グッとこういう感じで上げてください。これで5秒キープ、1、2、3、4、5って感じですね。やってください。で先ほどもやりましたけど、口は、ちょっと半開き状態でお願いします。でこっちもこういう感じでグッと上げて、1、2、3、4、5、これもですね5秒を3セットやってください。これをやることによってですね、この小筋って笑う筋肉と大胸骨筋っていうこの筋肉がこうリフトアップされることによって、ほうれい線が薄くなって顔のたるみを軽減することができます。はい、ぜひですね今日はこの2つを、お家でですねやってみてください。寝る前が一番いいかもしれないんですけども、朝メイク前にやるのと、寝る前にやる、この2回をやっていただくとですね、随分この顔の動き、口の動きとか、ほうれい線が薄くなってくると思いますので、ぜひ試してみてください。この動画良かったなと思ったら、いいねのボタンぜひよろしくお願いします。またチャンネル登録もですね、こちらの方に出しておきますので、よかったらチャンネル登録もお願いします。また、LINE アットね、僕のアンチ生態の LINE アットの方も登録していただいたらですね、チャンネル登録もう少ししたら3000人になるんで、3000人になったらですね、ちょっとイベント企画っていうのをですね、ちょっと発動していきたいと思いますので、ぜひですね、アンチ生態のチャンネル登録、LINE アットの登録ですね。そちらの方もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さよなら。